ハンスジット、ハンスジットは、ボヘミア出身のバイオリニスト、作曲家、音楽教師、エドワルド・グリーグのノルウェー部曲集に還元落法を施した。著名なバイオリン製造家を父親に、プラハに生まれた。早くから学祭を表したが、プラハ音楽院で、バイオリンと作曲を学ぶようになるまでは、両親の判断によって、ギムナジウムで通常の教育を受けた。その後は、 ソリストとして成功を収めた後、17歳にして、ブレスラウ歌劇場管弦楽団のコンサートマスターに抜擢された。さらに、フランスやオーストリア、ドイツで指揮者としても活動した。バイオリン教師としても認められ、当時の欧米のオーケストラや音楽学校の大半が、じっとの文下生を獲得せんと張り合った。1883年より、 ライプツヒ音楽院バイオリン科の教授につき、バイオリン教則本を執筆した。そのいくつかは今なお利用されている。教育的な著作のほかに、バイオリン曲や還元楽曲も手掛け、6つの競争曲や多数のソナタを作曲した。現存する室内楽曲は、1880年代に作曲された2つのピアノ三重奏曲のみである。ジットのピアノ三重奏曲は、 高みを極めんとするような野心的な対策ではないものの、だからといって、多作というわけでもない。じっとは、楽詞を熟知しており、三つの楽器の扱いに関して、ほとんど申し分なく、それぞれが存分に活躍できるような探求がされている。ライプツヒで没した。ありがとうございます。